届きます。届きます。届きます。祖母から送ってもらった荷物は届きました。祖母から送ってもらった荷物は届きました。太ります。太ります。太ります。息子はたくさん食べて太ってしまいました。息子はたくさん食べて太ってしまいました。痩せます。痩せます。痩せます。私はダイエットをして1ヶ月で2キロ痩せました。私はダイエットをして1ヶ月で2キロ痩せました。過ぎます。過ぎます。過ぎます。私は明日9時過ぎに出発します。私は明日9時過ぎに出発します。出ます。出ます。出ます。アンさんは怪我で明日の試合に出られません。アンさんは怪我で明日の試合に出られません。慣れます。慣れます。慣れます。皆さんのおかげで日本の生活に慣れました。皆さんのおかげで日本の生活に慣れました。貯金します。貯金します。貯金します。バイクを買うために貯金しています。バイクを買うために貯金しています。硬い。硬い。硬い。ゆきさんが作ったクッキーは硬くて食べにくいです。ゆきさんが作ったクッキーは硬くて食べにくいです。柔らかい。柔らかい。柔らかい。社長の椅子は柔らかいですが、私のは硬いです。社長の椅子は柔らかいですが、私のは硬いです。特別な。特別な。特別な。今日は恋人の誕生日で、私にとって特別な日です。今日は恋人の誕生日で、私にとって特別な日です。工場、工場、工場。兄は工場で働いています。兄は工場で働いています。毎週、毎週、毎週、毎週日曜日には実家に帰ります。
毎週日曜日には実家に帰ります。毎月、私はヘアサロンに行っています。毎年、毎年。夏休みには毎年家族で旅行します。健康。自分の健康は自分の手で守らなければなりません。やっとバスが来ました。かなり。日本の冬はかなり寒いです。必ず。車を運転するとき、必ずシートベルトをしなければなりません。絶対に。保安検問所に行くなら、バイクよりバスの方が絶対に早いです。上手に。彼女は先生の質問を上手に答えました。できるだけ君を応援しますから安心してください。ずつ。一人ずつ答えてください。お客様が満足できるようにきちんと準備しておきましょう。
気持ち、気持ち、気持ち。子供の気持ちがわかりません。子供の気持ちがわかりません。ワープロを打ちます。ワープロを打ちます。ワープロでレポートを打ちます。ワープロでレポートを打ちます。チャレンジします。チャレンジします。チャレンジします。新しい仕事にチャレンジしたくて転職しました。新しい仕事にチャレンジしたくて転職しました。運びます。運びます。運びます。彼はおじいさんの荷物を運んであげました。彼はおじいさんの荷物を運んであげました。飛びます。飛びます。飛びます。鳥が空を飛んでいます。鳥が空を飛んでいます。この頃、この頃、この頃、私はこの頃、足の調子が悪くなりました。私はこの頃、足の調子が悪くなりました。その方が、その方が、その方が、今晩、外食をやめて家でスパゲッティを作りますね。その方がいいですね。今晩、外食をやめて家でスパゲッティを作りますね。その方がいいですね。電子、電子、電子。携帯、携帯、携帯。この電子辞書は小さいので、携帯にとても便利です。この電子辞書は小さいので、携帯にとても便利です。歴史、歴史、歴史。歴史が好きで、歴史の本をたくさん買いました。歴史が好きで、歴史の本をたくさん買いました。遠く、遠く、遠く。週末には自転車で遠くへ行きたいです。週末には自転車で遠くへ行きたいです。乗り物、乗り物、乗り物。
ハノイには公共の乗り物がたくさんあります。ハノイには公共の乗り物がたくさんあります。汽車、汽車、汽車、汽車はまだ走っています。汽車はまだ走っています。汽船、汽船、汽船。昔は汽船が多かったです。昔は汽船が多かったです。ショパン、ショパン、ショパン。私はショパンの曲が好きです。私はショパンの曲が好きです。タンゴ、タンゴ、タンゴ。私はタンゴが踊れます。私はタンゴが踊れます。水泳、水泳、水泳。水泳が好きで毎日プールに通っています。水泳が好きで毎日プールに通っています。剣道、剣道、剣道。私は剣道のサークルに参加しています。私は剣道のサークルに参加しています。とか、とか、とか。朝にはミルクとかお茶とかを飲みます。朝にはミルクとかお茶とかを飲みます。大勢、大勢、大勢。今日、大勢の人が集まり、A 社の門の前でデモをしました。今日、大勢の人が集まり、A 社の門の前でデモをしました。安全な、安全な、安全な。ここは子供が安全に遊べるようになりました。ここは子供が安全に遊べるようになりました。Và để có thể nhận được nhiều bài giảng hay và thú vị từ Học Tiếng Nhật Cosmos, các bạn hãy đăng ký vào kênh YouTube của Học Tiếng Nhật Cosmos, nhấp vào nút đăng ký ở góc bên phải phía trên của màn hình. Với những thông tin chi tiết cụ thể về các khóa học thì các bạn hãy click vào đăng ký học tại đây. Để có thể tham gia trả lời, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến Học Tiếng Nhật, các bạn hãy click vào Facebook và biểu tượng Facebook để chúng ta có thể chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau trên fanpage của Học Tiếng Nhật Cosmos. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ Học Tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. ご清聴どうもありがとうございました。